皆さん、ご機嫌いかがでしょうか今日は、百鬼夜行の第4回です。山わらは、を読んでいきます。全体図は、このようになっております。なかなか、いなせな格好で描かれています。てあんで、という感じですね。この部分を拡大していきましょう。 まずこれは山という漢字を崩したものです次は児童の道という漢字を崩したものですこれはや次はま。これはおうという漢字を崩したもので はと読みます次はらこれは八という漢字を崩したものではと読みますこれまでのことを振り返ってみましょうこのように書かれています 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんようさようなら。